皆さんこんにちは。写真表現ゼミへようこそ。写真家の井上博樹です。前回のゼミから少し時間が空いてしまいましたが、この間井上は今回の動画で告知させていただく YouTube における写真界隈では知らない方はいないであろう、あのユートビ市と北海道内で撮影旅行をしていました。また早稲田大学理工学部で井上が教えている写真表現の授業を受けている学生たちの写真展の準備、そして日本国内での写真や映像機器界隈における大きなイベントである CP+2024 へ向けた準備もしていたところです。とはいえフィールドに出て写真を撮っていないとうずうずしてきますので、あちこちに出かけて冬景色を楽しんでいました。そこで今回は近頃撮っていた写真をご紹介して、その後に告知をさせていただきたいと思います。ユートビ市との撮影旅で楽しかったことの一つに、夕方の草原を蝶々のように飛び回っていたコミミズクに出会ったことが挙げられます。エゾシカやキタキツネは今回の旅でたびたび遭遇していたのですが、鳥好きのユートビ市にはレアな鳥を何としてでも撮ってほしいと願っていたところに現れてくれたのがこのコミミズクでした。高度を落として飛ぶコミミズクを、そのコミミズクよりも少し高い位置から撮影できる地形にいたこともあって、このように背景が空にならない迫力のある一枚を撮ることができました。欲深いもので、次は逆光を撮りたいなんて思っていたら、期待通りの夕日の逆光の中を飛んでくれました。この日が誕生日だった井上に写真の神様がプレゼントをくれたのかもしれません。ちなみにこのカットは目いっぱいトリミングをしています。どんな撮影だったかについての詳細は今週末の CP+2024 のソニーブースでのセミナーでご紹介できたらなと思っています。これはウェブ配信もありますので、ぜひご視聴ください。この冬はソニーから新しくリリースされた 300mmF2.8 の単焦点レンズを使うことが多かったです。ユートビ市と行動を共にしていると多くなるのが鳥の撮影。この時は山柄を撮っていました。600mm クラスのレンズでババーンと大きく小鳥たちを撮るのも良いものですが、こうやって少し引きの絵も悪くないなぁと思いながら、 400mm や 600mm よりもずっと軽くて小さい 300mmF2.8 を使った軽快で気軽な撮影を楽しんでいました。開放値が F2.8 のように小さめのレンズを手にするとやりたくなるのがダイヤモンドダストの撮影。こちらは阿寒摩周国立公園内を車で移動中に見かけた激しいダイヤモンドダストです。車での移動中は風景や動物といったさまざまな被写体に対応しやすい 70-200mm のズームレンズを装着していることが多いのですが、この時はね、すぐに新しい 300mmF2.8 のレンズに付け替えて、ダイヤモンドダストが激しく舞う森の中で一番目立っていた白樺とともに撮影をしています。単焦点レンズで構図作りが難しいかもしれませんが、ダイヤモンドダスト撮影に向いている綺麗な玉ぼけを作るレンズだということを確信できる一枚になりました。ではいつもの冬の狐を撮ってみましょう。使い慣れた 400mmF2.8 とは 100mm 分だけ画角が広くて少し戸惑うことがあるのですが、撮り始めてみるとすぐにそれは気にならなくなりました。むしろレンズがいつもの 400mmF2.8 の半分の重さなので、軽快でさまざまな画角で撮影できるのがとても楽しかったです。しばらくの間このレンズばかり使うことになるのかなと思います。井上だけでなく、この写真表現ゼミを見ている方の皆さんの中にも気に入っている方が結構いらっしゃるのではないでしょうか。そう、このポツン。冬の狐たちとせっかく遭遇したのにその姿は100メートル以上先に、なんていうことはね、よくあるものです。そんな時、近づくために無理に道を探したり、深い雪をズボズボ走って追いかけるのではなく、その距離を楽しむポツン撮影もいいものです。冬の狐が歩く先をよく観察して、どこを背景とするとより素敵な雰囲気になるかをじっくり見定めて撮ると、極上のポツン写真を得ることができるでしょう。これ悪くないですよね。いい形の防風林が背景に来るまで待ってシャッターを押しています。カラマツを伐採したばかりの小さな山の上に冬の狐を見つけました。まったりやっていたのに急にイソイソし始めて、耳をぐるんぐるん回し始め、しまいには尻尾をピーンと伸ばして地面を見つめ始めるんです。何かわかりますか？これはね、ネズミを見つけたということなんですね。これは飛ぶぞと期待して、いつも1000分の1秒あたりにしているシャッター速度を2000分の1秒まで速くして、この時を待っていました。
ぴょんとね、なんともシュールなポツンを撮ることができました。さあ、ここから数点告知をさせてください。カメラと写真映像の見本市である CP プラス2024のセミナー登壇のお知らせです。このイベントはカメラやレンズ、三脚にフィルター、メモリーカードなど様々な撮影機材の大規模見本市です。おそらく日本で最も大きな写真映像関係のイベントの一つでしょう。今年井上はソニーブースと三脚メーカーのレオフォトブースのステージに登壇します。詳細はこちらにある通り。で、それぞれウェブ配信もあります。ソニーブースについては2月23日の金曜日10時20分から、これ休日ですよね。10時20分ということは、実際に現地にいらっしゃる方はちょっと気持ち早めにおいでください。入場に結構時間がかかります。10時に入場が始まっても列の後ろの方に並んでしまうと、10時20分にはこのソニーブースにたどり着くことができない可能性があるんですね。気持ち早めにおいでください。そして翌24日土曜日はレオフォトブースで13時から、あのユートビ氏と一緒にスペシャルセミナーと題して、三脚沼からの脱出を目指せということで、我々の推奨する三脚のお話をしたいと思います。ぜひご来場ください。ご来場が難しい方はウェブ配信でお楽しみください。もう一点。今ソニーストア銀座の4階のギャラリースペースにおいて、早稲田大学理工学部生による写真展、アルファで切り取る私たちの未来を開催しています。井上の講義写真表現では、ソニーさんをはじめとして様々なメーカー、そして航空会社にまで講義に協力をいただいています。この講義の集大成として、4月に初めて本格的なカメラを触った学生たちが1年を通して撮影してきた作品を展示しています。お近くにいらっしゃるときは、ぜひソニーストア銀座4階にも足を運んでいただけると幸いです。3月3日日曜日まで開催しています。今回のゼミは近況報告と告知の回となりました。いつもは YouTube 上ですが、時々オフラインでも皆様とつながることができたら幸いです。これからも写真表現ゼミをどうぞよろしくお願いしますと言って締めようかなと思ったのですが、せっかくなので、今回は近頃井上が楽しんでいる、しかも勝手に名前をつけてるんですけども、シネマチックネイチャー Vlog ね、あるいはシネマチックネイチャームービーなんていうんですかね、これをご覧いただきながら今回のゼミを締めましょう。この Vlog は井上が野生動物や風景の写真を撮影している時に少しだけ映像も撮っておいて、それを音楽に合わせてつないだという簡単な Vlog です。この映像を楽しんでいただきながら、もう少しだけ今回の動画にお付き合いいただけると幸いです。ではどうぞ。